アイザム、東証作品、東証ダイモス。リヒテルの親友の天才科学者。リヒテルに代わり、地球侵略の司令官に任命されるが、リヒテルとの友情を重く見る彼は、彼の開発した超弾性金属を使い、リヒテルを助ける。しかし、彼自身の発明したアイサロン粒子によりパワーアップしたダイモスに敗北。アイサロン粒子の実験中の事故のため、余命いくばくのない彼は、反アイザロン粒子砲で、再びダイモスに戦いを挑むが、事故により反アイザロン粒子砲が破壊され、ダイモスの前に散った。青い氷魔、東証作品、超電磁ロボ、コンバトラーブ。キャンベル星人の地球侵略を予感した南原博士によって、バトルジェットのパイロットに選ばれる。バイクが大好きで、暇さえあれば乗り回している。熱血感で短気、喧嘩っ早い。重曹とはしょっちゅう衝突している。チズルとは、互いに憎からず思っているが、照れくさいのか、チズルの方が積極的である。両腕を事故で失い、サイボーグ化している。秋、東証作品、無敵超人、ザンボット3。カッペイのファンクラブ、ルスペアの一人。明るい性格で、ザンボエースにマフラーを作ってあげるなど、世話焼きの面もあり。メカブーストとザンボットの戦いで家を失い、母が怪我をしてから、カッペイを憎むようになるが、カッペイのひたむきな態度に心を動かされ、誤解を解く。だが、ワンドックに捕らえられ、人間爆弾に改造されてしまい、カッペイの部屋で非業の死を遂げる。悪霊将軍ハーディアス、東証作品、グレートマジンガ。暗黒大将軍指揮下の7大将軍の一人。魔法、手術を得意とする。アシュラ男爵、登場作品、マジンガーズセット。古代イケーネ人の夫婦のミイラを蘇生させて、ドクターヘルが作り上げた合成人間。体の右半身が女、左半身が男という姿をしている。機械獣を引き連れ、マジンガーゼットに戦いを挑むが、いつも敗れてばかりであった。失敗続きのためにドクターヘルに見限られそうになり、海底要塞ブードでマジンガーに決戦を挑むが、あえなく敗れ海の底に眠る。お許しください、ドクターヘル。アスカ、メイ、同章作品、勇者ライディン。コープランダー隊の隊員でブルーナーの子パイロット。霊感が強く、予知能力も持っている。勝ち気で男勝り。アキラに対して好意を持っているが、口に出すことはない。アキラの母の手がかりを探すため、アキラの父や祖父と一緒にチベットへ旅立つが、なぜかそれ以来忘れ去られ、二度と登場しなかった。かわいそうに。アストナージ、メドッソ、東証作品、機動戦士ゼータガンダム。アーガマの頃からブライトの元にいる整備兵。整備に関しては口やかましい。まるでゴドットである。逆襲のシャアではケイラという恋人ができたようだが、ケイラは戦死、自分もチェーンが出撃する際に敵弾の巻き添えになり死亡する。アナベル、ガト、同章作品、機動戦士ガンダム、0083。ソロモンの悪夢と呼ばれたジオンのエース。アバオは空陥落の際、死を覚悟した出撃をしようとしたが、テラーズに説得され思いとどまる。 GP-02A を強奪し、搭載されていたアトミックバズーカで連邦の艦隊に大被害を与える。執拗に彼を追う方と何度も激戦を繰り広げた。後にアクシズから送られたノイエジールを借り、星のクズ作戦の成就を見届けた後、連邦艦隊に特攻、壮絶な打ち死にをする。己の大義を信じ続け、それに準じた侍だった。アマンダラ、カマンダラ。登場作品、重戦キレルがいる。ペンタゴナワールド最大の財閥の総帥であり、アマン商会を使って正規軍、反乱軍双方に武器を供給する死の商人。その正体はオルドナ・ポセイダル。部下であり愛人であったニャン・ク・ハル・アッシャーにポセイダルの影武者を演じさせ、自らは陰からペンタゴナを支配していた。だが強引すぎた手法が裏目にで、様々な問題が生じ、バガたちによって追い詰められる。最後はバイオリレーションシステムのパワーを一気に放出され、一瞬にして老化し死亡する。アムロ、レイ、登場作品、機動戦士ガンダム。ガンダムの設計者の一人、ケム、レイ隊員の息子。サイドセブンでジオン軍との戦闘に巻き込まれ、ガンダムに登場するようになった。初めは頑な性格だったが、戦場での友の死や両親との決別を通じ成長していく。ニュータイプとしての能力に目覚め、戦場においてはエースとして活躍。後に長い冬眠期に入るが、
セータガンダムで戦場復帰、後に逆襲のシャアにおいて因縁のシャアと最後の戦いを繰り広げる。性格はちょっと暗めで、メカイジンが趣味。パルン、ウレディ。登場作品、聖戦士ダンバイン。ジェビル、フェイと共に新たに呼び込まれた地上人。トッドの先輩で、アメリカ空軍の腕の立つパイロットだった。シニカルで大胆、ふてぶてしい態度をとっていた。何度もシューたちと戦うが、思うように戦果を上げられず、最後は、シューのビルバインによって真っ二つにされる。暗黒大将軍。登場作品、劇場版マジンガーズヘッド。ミケーネ帝国の大幹部、グレートマジンガーと戦い、敗れる。アントン、ランド。登場作品、銃戦キレルの犬。メインの副官で、13人衆候補。物静かなタイプ。アンナ・マリー、ブルージュ。登場作品、機動戦士ガンダムフォーミュラ、91。クロスボーン・バンガードの見習い士官。ラギールスに乗り、偵察部隊隊長をこなしていた。モビルスーツの腕は確かで、ザピーネに目をかけられていたが、ザピーネがセシリーに接近しているのを見て、嫉妬から、彼の行動に、ゲスなものを感じ、ダギールスとデータを持って、遠方に向かえる。ザピーネを見返したい一心で、彼に戦いを挑み、相打ちに持ち込もうとするが、その心の弱さをつかめ、返り討ちにある。泉、7、登場作品、東証ダイモス。ダイモビックの責任者、泉博士の孫娘で、ガルバ FX2 の操縦者。陽気で元気な女の子。幼馴染のカズヤに、淡い恋心を抱いていたが、エリカの出現で自ら身を引いた。犬語、猫語を話すことができる。泉博士、登場作品、東証ダイモス。龍崎博士亡き後、ダイモビックの責任者となった。洗い物が大好き。時には厳しく、時には優しい父親的存在である。イリア、アゾム、登場作品、機動戦士ガンダム、ダブルゼータ。強化人間となったマシュマーの復活。実は、強化手術によって、精神が不安定になったマシュマーのお目付け役として、ハマーンが送り込んだ人物。エイブ、ダマリ、登場作品、聖戦士ダンバイン。ラウの国の軍人。ゼラーナにボチューンを届けたり、シーラの使いとして、ショーにビルバインを届けたりした。エレが、ラウの国の女王となってからは、ゴラオンの艦長として、エレを補佐する。ビルバインを手に入れて、決起に流行るショーを殴りつけ、戦況が、一気のオーラバトラーで変化するものではないと悟す。エレが生き絶えた後、その意志を継ぎ、彼女の亡骸を抱えて、ゲアがリングに突撃する。ギール、デラーズ、登場作品、機動戦士ガンダム、0083。ジオン残党で、ギレンザビの理想の信奉者。デラーズフリートを結成し、ザビ家の理想を歌い上げ、連邦政府に宣戦布告する。だが、シーマの裏切りに遭い、志半ばにして倒れる。エマ、チーン、登場作品、機動戦士ゼーターガンダム。ティターンズのメンバーであったが、卑劣な作戦に疑問を感じ、エウーゴに参加する。気の強さが目立っていたが、時折女性らしい一面を見せる。偏見艦長にプロポーズされ、最初は戸惑っていたが、最後にはまんざらでもないようだった。カミーユがゼータに乗った後は、マーク2を主に操縦していた。チロッコの元に走り、敵となったレコアと戦い、相打ちになる。エマリー、オンス、登場作品。機動戦士ガンダム、ダブルゼータ。ドッグ艦ラビアンローズの艦長代理。妻子あるブライトに憧れており、一途な恋心を募らせる。ブライトの期待に応えんがため、ネイル・アーカナを守り、ラビアンローズで、特攻、ブライトの名を叫びつつ、宇宙に散る。エリカ、登場作品、登場ダイモス。バーム星の平和的指導者、リオン大元帥の娘で、リヒテルの妹。ダイモスとメカ戦士の戦闘に巻き込まれ、記憶をなくして倒れていたところをカズヤに助けられる。やがて、二人の間に愛が芽生えるが、エリカは、
記憶を取り戻し、互いの境遇に苦悩し、カズヤの元を去る。カズヤとのことから、地球人との共存が可能と考えた彼女は、平和運動にその身を投じる。苦難の道を歩みながらも、カズヤへの愛を深め、ついには、地球とバーム星の友好の架け橋になった。エル、イノ、同章作品、聖戦士ガンバイン。シーラを月のみ、ウラよ。目が単純なため、嵐の玉ではちょっとに、自分は、ショーの友達だと騙され、ショーの居所を教えてしまったりもした。いつもけたたましく騒いでおり、ベルとはほとんど漫才コンビのようであった。